演出の頭の中を覗いて書けと言うのか。これはよくあのアニメーターと演出家の間で言い合いになる問題でですね。例えばその僕ももう見たことあるんですけども。オナミソの翼王立宇宙軍ってアニメを作っている時にですね。主人公のシロツグラーだとっていうキャラクターがもう本当になかなか決まらないんですね。で。この主役が決まらないと、脇役のキャラクターだけ先に進められないんですよ。脇役を先に進めちゃうと、主役で使いそうなパーツを。 使うかもかもわないですよね。なのでまず主役を決めないとそれに対して太ってる痩せてる顎が張ってるイケメンっていう他のキャラクターっていうのを決めていけるのでまず主役を決めなきゃいけない。で、えー、全くこれ状況同じだったんですよ。山賀 絵絵がが描けないいい監督であって、元義はものすごい絵が上手いと。その貞本義行に対していろんな主人公のキャラクターを出してそれに対してはもうそうじゃないもっと力強くいや力強くといってもやっぱり所詮現代っ子だからあのそんなにそのイケイケのキャラクターではないということをいっぱいいっぱい説明するんですけどそれに対して貞本はなんかこう書いてみせるしかないんですよ。 で一回目二回目三回目まではまあ描くんですけど、四回目五回目ぐらいになってきたら自分としてはこれしかないというのを毎回毎回絵で描いてるからそんなことを言うんだったらもうあなたが描いてくださいよっていう言い合いになるわけです。でもそれは俺は描けないからというふうにもう無限なこう意味のない言い合いしている時にですねある時ですね山賀監督はですね急に佐本元吉に ＯＫ を出すんです。あこれですこれですこれでお願いしますというふうに言って。 まままあまあまあ、無事に住んだんですけどその日の夜ですね、えー、もうみんな帰った後で僕と貞本とあと何人かだけ残った時に貞本が「岡田さん気が付きましたか?」って言って「何?」って聞くと「あれ山賀さんに似せて書いたんですよ」で何回も何回もやり直されたら分かったんですけどもあ結局あれは自分を描いてほしいんですよね。だかから、ら、山賀さんの顔の中の顔中パーツをいくつか入れてみたら 一回で OK 出ました。やっぱりと思いました。あのー、ということで、実は、その演出家は、俺の中には何かイメージがあるんだというときは、実際はね、なんかね、なんか。本当に具体的な絵がある場合が多いんですよ。でも、それを描いてほしいわけじゃなくて、それを超えるものを描いてほしいんですね。で 意地悪にもですね。山がに気が付かれないように、山がと同じ顔を描いたんですね。<laughs> そうした山が一発でオッケー出したので、周りにいるイ、ね、飯田君とかですね。色んなアニメーターがニヤニヤしながらですね。<laughs> ああ、やっぱりそうだったっていう。なんかそういう話あったんですけど。夢の心臓を見上げてで。 いけそうな気がするからそして僕らはで「オンユアマーク」「いつも走り出せばの流行りの風にやられた」で「オンユアマーク」「僕らがこれをなくせないのは夢の心臓を見上げて僕らと呼び合うためそして僕らは」